こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、遠めしを作りました。これはなんか日本橋にあるおでん屋さんで人気のメニューらしいです。これめっちゃ美味しそうです。じゃあ作り方いきたいと思います。材料です。お豆腐、お水、めんつゆ、オイスターソース、お砂糖、白米、濃いめに入れたほうじ茶、ピザ用チーズ、コーンスターチ、白ワインで、トッピングで温泉卵、青ネギ、七味唐辛子です。にお水、めんつゆ、オイスターソース、お砂糖を方に詰めて、ラムにカットして水切りしたお豆腐を入れます。キッチンペーパーを落とし蓋にして、弱火から中火で7分煮込みます。で7分経ったら豆腐を裏返します。崩れないようにそっと裏返します。お豆腐は繊細ですね。だいぶ崩れました。でまた7分に詰めます。で7分経ったら、火から下ろして冷まします。でお鍋でチーズを溶かします。で白ワイン、コーンスターチを入れて溶かします。で火にかけると白ワインのアルコール分は飛ぶけど、気になる人は牛乳とかで代用しても大丈夫です。ほうじ茶で炊いておったご飯を器に盛ります。めっちゃいい匂いがします。お茶の超いい香り。チーズソースをかけます。すごい美しいですね。チーズ is beautiful。 あ、その前に本当はですね、豆腐の煮汁をチーズの前にかけます。ちょっと私は忘れちゃった、ね、途中でかけます。今からかけます。しておいたお豆腐を乗せます。で、そして空いたスペースに温泉卵を落とします。一味をのっかけて、おネギをのせたら、じゃん、完成です。重いからちょっとできなかったです。普通にもうチーズがたっぷりで、お豆腐にタレの味がめっちゃ染み込んどって美味しそうです。いただきます。わー、ちょっと硬かったですね。美味しそう。わー、絶対美味しいですね。うん、チーズとお豆腐合う。チーズのコクが出とって、でこのお豆腐とか味付けをまろやかにしてくれてめっちゃ美味しいです。ほうじ茶で炊いたご飯も食べてみます。チーズがトロトロ。うん、このほうじ茶の香りがいいです。すごい香ばしいです。ただのご飯にのせても美味しいと思うけど、このほうじ茶にのせたらさらに美味しくなります。うん、こんなお豆腐とご飯でこんなに美味しくなるなんてすごいですね。白ワインチーズの香りがめっちゃ味わい豊かにしてくれます。おネギの食感もいいですね。でまた温泉卵が本当に美味しいです。チーズとお豆腐ってすごいよく合います。お豆腐の中がプルプルです。うん、豆腐って美味しいな。もうめっちゃ熱くなってきました。この茶飯とね、チーズの相性がすごいいいと思います。一味のピリッとした辛さがまたいいです。
チーズが伸びます。私ね、順番間違えてタレをあんまりかけれなかったんで、ちょっと追いかけします。このお豆腐だけだったらお酒のおつまみとかに良さそうですね。このタレはめんつゆにオイスターソースも加わっとるけど、味にコクがあります。じゃ最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。豆飯めっちゃ美味しかったです。和と洋両方感じるご飯でした。オイスターソースとかも入ってるから、中華風とかもね入ってるんですよね。豆腐にめっちゃタレの味が染み込ん で中はプルプルで、チーズと温泉卵ともすごい良かった。めっちゃ美味しかったです。お豆腐たくさん食べられるから満足感も結構あります。お肉食べられない人とかも食べられるからいいですよね。いや、とっても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。